久保さん風呂入ってきました。自由ですね。本当に自由。いや、いいっすね、リモート。一生リモートでいいや。<laughs> 楽っすね,そうね。今回ね、久保さん、あのねちょっと切り込んで、まあ、結構ね、ワンツー動画でもね切り込んだんですけど、億万長者合宿張りに切り込んできましたね。なんかそのアンケート、一万文字書いてるあお客さんの中でね、僕はあの10億円の資産を構築したいんですって書いてあったんですよ。 ほうみたいなだけど今1円も稼いでませんと何か書いてあったんですねダメやんとなんで10億目指してるやつが1円もまだ稼げてないんだと10億目指すやつが何でここでアンケート取ってんねんみたいなあの書く側なんで、ね、お前が取る側にならないといけないだろうと、まあ、そんなちょっとねそこまで強くは言ってないですけど、まあ、そんなこと言ったんですけどだって10億目指してるんですよなんでその1万文字書く側もらう側になってない自分が価値提供しないと 自分価値提供する側になんでなってないのと。なんで自分プレゼント作ってないのあげてないのっていう話で <laughs>。10億目指してなんでやねんって。そこだよと、と、ね。10億目指してながら1円も稼げないって、それはあなたが今、プレゼント作ってないでしょっていう話で <laughs>。すげえ、なんか結構突っ込みましたけどね <laughs> それもうそそ。それがすべての国間だみたいなね。 なんかね、僕思うんですけど、みんななんかあの、稼ぎたくないんじゃないかなって思うんですよね。稼ぎたくないいや、稼ぎたいとは思ってると思うんですよだけど、ん、えー、<laughs> やるやんと。<laughs> 稼ぎたかったらやるやんと、うん。僕と久保さんなんかは、ね、 この億万長者合宿のリレーなんかは別にその稼ぐとかどうでもいいわけですよもう。だって終わってんだからプロモーション。ね、プロモーション終わりましたよね。<laughs> これはもう億万長者合宿を売るために、億万ちゃ長者合宿のセールスするために、えー、集客するためにこのリレーが始まって、億万長者合宿もう終わってんですよ。売り終わってるんですよ。300万売り終わってるんですよ。ね、300万で開催した合宿は終わったんですよ。ね。 もうまあ趣味みたいな、まあ、お互いにただ負けず嫌いでやってる部分ありますけど、別に稼ぐとは稼がないけこのやり取りに関してはマジでどうでもいいわけですよ。でもやってるんです <laughs> でもやるっていう。だ僕、これ本業じゃないですからね。億万長者合宿のやり取りは。全然本業じゃないですから、うん。僕は商品、久保さんと違って僕は商品しっかり売ってるんで、まあ、今月も売りますけど、それのプロモーションはプロモーションでやりますし、そっちは本ちゃんですから。うん うん、まあ、久保さんが前回の動画でも言った通りまあ稼ぎたいんだったらね、商品を作る、商品を売る、集客する、もう,もう、まあ、ドリームアカデミーは僕の塾でも言ってますけど、集客、教育、販売です、集客、教育、販売、集客、教育、販売、集客、教育、販売、もう念仏のことを捉えろと、集客、教育、販売、これしかないです、これしかないです、集客して、教育して、まあ、教育っていうのは、お客さんとのラポールを築く、信頼関係を構築する。 そして、価値に気づかせるとかね。まあ、いろんな概念があるんですけども、教育する。で、セールスです。こんな商品あるよと。だから集客、教育、販売、この3つができれば、稼げないってことはまずないですからね。これ絶対にない。言い切ります。集客と教育と販売がしっかりできて、売り上げが上がりません。あり得るかと。だってその公式しかないんだから。 うん、この公式しかないので売り上げが上がりませんってことはないです。できててね。うん。うだからなんだろうな、まあ僕の熟成さんでね、あのその40リストで300万稼いだ人がいるんですよ。40リストで300万です。これは集客と教育、教育、お客さんとのラポール、信頼関係、ね、興味性、まあ、いろんなところが、まあ、ちゃんと地味なことがちゃんとできていたで。あとはこんな商品、30万円の商品作りましたね。 で、10人買ってもらって、30万かける10人で300万です。30万かける10人で300万。この公式は絶対でしょあなたは違う公式を作るんですか掛け算。なんか、○○式掛け算みたいなね。なんか、あの論文出すんですか <laughs> 9る9は300だみたいなね。いや、区区81でしょと <laughs> だこの公式しかないので、うん、まあ40リストでも300万稼げるんですよ。 それは、教育しっかりやってたと。集客は、ま、40ぐらいだったけど、教育しっかりやったと。で、あと商品単価が30万だったと。30万かける10名300万です。これ50万だったら、これ10名売れたら500万でしょじゃ、100万で10名売れたら1000万ですからね。うん。10人に100万の商品売ったら1000万です。この答えに嘘を偽りはありますかないです。ないです。<laughs> ですうん。な、集客、教育、販売をすれば、 あ稼げます。で、そこのどこができてないんですかって言ったらそれだけですよ。億万長者合宿で学びました。今どこができてないんですかと。その、そうできてないとこどこですかと。全部できてないんですかじゃあ全部やれよって。<laughs> とりあえずこれができないと稼げないよと。うん、話ですね。うん、久保さんも3年で一億稼げた理由って集客教育販売、これやっただけですからね。久保さんがネットビジネスに入って、 ね、3年で1億3000万稼いだその秘密は集客教育販売これだけですこれをやったからです徹底的にマジでこれだけです、うん、で稼ぎたいんだったらそれをやれって話ですねいってらっしゃい